味が良ければとてもいい。何でもできるよ。天気はい、ありがとうございます。よいしょ。それでは挨拶させてください。今日は宇都宮オリオンスクエアにてメアディープアイドルフェス来てくれた皆さん、じゃあもう一回聞かせてください。こんにちは。ありがとうございます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。作ることが違くない夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思ってます。それで作ることが全体的に好きで、オリジナル曲は全部作詞、ほとんど作曲もしてたり、衣装とかも作ってるんですが、今日は冬用のね、衣装が手作りないので、メルカリで買った可愛いくまちゃんセーラー着てるんですけど、似合ってますか？イエーイ、ありがとうございます。なんとお姉さんは主に東京メインで活動してるんですけれども、今年は世界状況の前に日本を楽しませるぞっていう感じで、もうね3週連続で栃木県来てます。今日だけじゃなく、なんか終盤になってきた、なんだろう、今日見てよかったなって、また会いたいなって思ってもらえる楽しいステージをお届けしますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。もう本当みんながさ、見てくれたり来てくれるから、また来れてます。本当にありがとうございます。ではでは、また来るためにもみんなを次は調教したいと思います。次歌う曲はお姉さん動物という曲で、この曲はもともとアニソンシンガーになりたかったお姉さんなんですけれども、慣れなさすぎてみんなに応援してもらって、テレビ埼玉の放送枠を買い取り、オリジナルテレビアニメを作って、第1期第2期第3期テレビ埼玉さんにて全36話も無事放送完了してます。今年もやりたいな。主題歌、お姉さん動物園を歌います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。やったーちょっとズレが生じた。お姉さん、あ、今日やばい、喋りたいこといっぱいある。みんなお姉さんと一緒にパオパオしようで最後うまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手当てて、ありがとうございますって言ってねさっきね、応援されてたのにまた違った人が出てきてごめんね、でも楽しませたいです。それでは聴いてください。お姉さん動物園。最高、楽しい動物たちのくくりへ、みんな一緒に体験し行くよ。「目が覚めて眩しい太陽におはよう」とうございます。パパありがとう言っちゃったけどそれでは倒れたところで次はこの曲をいきたいと思います。みんなお姉さんにバナナ見せてくれますか？次歌う曲は無限バナナという曲で、なんか配信オーディション中に生まれたんですね。朝ごはんにバナナ食べてただけなんですけど、なんかあんまり朝ごはん得意じゃなくてずっと減らないなっていうことがきっかけで生まれた曲です。なんか豆知識も組み込まれているので、ぜひ歌詞に注目しながら聴いてください。で、サビのところと最初と最後に一緒にバナ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 って手を触れるところがあるので、バナナ持ってない方も手を振ってくれたら嬉しいです。やってくれますか？はい、ありがとうございます。じゃあペンライト持ってるよっていう方は黄色でお願いします。それバナナですか？黄色いペンライトただのサイドって違かった、カメラの紐だったわ超目悪すぎるすごいなんかお姉さんに合わせて持ってきてくれたのかなとか勝手に思っちゃいましたそれでは聴いてください。無限バナナ。います。この曲はみんなお姉さんに一生限界誓ってねっていう曲なんですけれども、サビの最後の方、限界を誓う振り付けがあります。絶対限界宣言みたいなのがあるんですけれども、ぜひこの宣言のポーズやってくれたら嬉しいです。やってくれますか？Come on.